様、ま、こんにちは。ありがとございます。ちょっとね。今声が出づらかったですね。あの今日1日ね。1人でずーっと。まあライブもせずあの黙ってましたのでね。<laughs> 余計ね。すっと声が出ないですよね。ちょっと失礼してお水をねいただきます。<laughs> はい、大変失礼いたしました。 今,あ今年末でございますね皆様方ね、えー、中には、えー、久々にね、えーあのまあ、お,お国をね自分のふるさとを出て 都会に出てきてきね一人暮らしをされてる方とかあいろんな場所でね結婚されて親元をね離れて、えー、暮らしていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですがあそういった方々がまあお孫さんを連れたりとかまたはあのお一人でとかね、えー、ご夫婦でまああの実家の方にね出向かれた時にねあ 出向かれる方が多いと思うんですが、私はそこでちょっとね。お願いがございます。えー、すごくね。最近あの感じることなんですけれど、あのまあ、ご夫婦、あのご両親様揃ってまだね、えー、自分のご兄弟があの一緒に住んでいらっしゃるのならば、まだあのいいと思います。けれど。 例えばご夫婦だけで、ねえー、年老いたあご両親だけで住んでいらっしゃるもしくはあのお父様だけお母様だけで、えー、暮らしていらっしゃるうそういった方々はあのお子様には絶対ね、えー、困っていても弱音を吐きません親ですからね、えー、なので、えー、できましたらお子様の方から まあ、あの親御さんのことをね注意深くあのよく観察してあのお部屋がねいつもと散らかってないかとかねあの電気の、ね、スイッチを入れても電気がついてないとかつかないとかね、えー、で、まあ、リモコンでつけるんだけれどそのリモコンの電池が切れているとかあそういった細かいことをね、えー、少し気をつけてあの。さい。 見ててあげて欲しいなぁと思いいますね、えー、いつもね一人で暮らしていらっしゃると、えー、不便なことをねあの年がね年がいてくるとやはり高いところに手が届かなかったりとかね、えー、力がないのでできなかったりとかあどうしてつかないのかわからなかったりとか操作がわからなかったりですね、えー、そういったこともあると思いますので是非、えー、ね生活の中でご不便を感じているところはないか。あ よくねえー、何気に何気にね、えー、お話をしながら注意深くちょっとね見て差し上げていただきたいなと思うわけですね。えー、あの日頃我慢してね、えー、お暮らしじゃないかなと思いますね。 でまあ、たまたまそこにね、えー、息子さんなり娘さんが帰ってこられてあらどうしたのっていうか実はつかなくて困ってるのということでお話がねそんな風になればよろしいですけれどそうじゃなくてねあの目に見えるとこ例えば暖房とか電気とかね、えー、日頃暮らしているところで不具合があればすぐ分かりますけれどそうじゃないところでねあの困っているところはないかとかね、えーあの 本当、ねえー、注意深くちょっと見ていただいてねお困りのところがあったりさりげなくねあの修理をして差し上げたりとかあなんかね電気がついてなかったらつくようにしてあげたりとか他にもそういったことばかりじゃないんですね。お部屋が今まではあきちんと片付いていてたのに、 どうしたんだろうっていうぐらいね散、えー、らかっていたりする時がありますそうなるとちょっとどこかね、えー、あのお,おかしいと思われた方がいいと思いますね、えー、どこかが悪いとか、ねえー、例えばあ,あってはいけないことなんですけれどね、えー、まあちょっと軽いね認知症 みたいになっている場合もありますなので日頃ね離れて暮らしているとねあの電話だけではわからないこともありますしね、えー、まあ本当見えないことがたくさんございます。だけれど親というのはね、えー、決してあの弱音を吐きません。 困っていても困ってるとは絶対言いませんのであのぜひねそこら辺のところをね例えば冷蔵庫の中をチェックされて、えーね、自分たちが来るんでギリギリの感じでね食料をあの調達してないかとかね無理をしてね用意したんではないかとかねそういったところもねちらっとね見て差し上げていただきたいなと思います。なぜこのようなお話をしてるかと申しますと あのよくたまに実家に、えー、帰,帰られた方がね、えー、実はこんなことがあって急にね様子が変わっててびっくりしたのよという話を耳によくします。で今まで全然ねあの電話で話していてもそういったところがなかったので普通に元気にしてるもんだと思って安心していったらああのたまたまね、えー その実家の方にきふっと行ってみようと思いまして、えー、行ってみたらあなんだかねお部屋の中が大変なことになっておりましてね。 あのこ,こんな状態でどうやって暮らしているんだろうという状態になっていたそうでございますそういったこともございますのでね、えー、例えばああ娘さんや息子さんがあ、ね、来られるのでチャチャチャとねそこの見えるところだけね綺麗にしてね他の部屋はすごいことになっているやもしれませんまあ皆様ね帰られたどの部屋もね、えー、ご覧になるのですぐあの気がつかれると思いますそういうことがあったらね そういうことがあった時は決してねあのきつい調子でねお話をされませんように、えー、優しくね、えー、どうしたのっていう感じでこう,こうなってるけどなんかあしようかってねあの声をかけてあの差し上げてくださいませね、えー、まあ、えー、そこが私ね一番お願いしたいところでございますうー最近ねあのよく耳にすることなんですが、えー 高齢者の虐待と言いいいまますかね、えー、結構多いようでございますね、えー、今日も私あの実はあの久しぶりにね、えー、お天気も良かったので、まあ、年末のお,お買い物に久々あのスーパーに出かけて行ったんですけれどもそんな中でねあの、まあ、ご両親っていうか、まあ、自分の、ね、親を連れてお買い物に来てらっしゃってたんですけどね まあ、自分たちはスタッフさ歩けるんですけれどやっぱ親御さんは病、まあ、み上がりかなんかわかりませんけれど杖をついてねあの買い物カゴカートを持ってやっとの思いで歩いていらっしゃるそんな中でね引っ張るようにしてねあの早くしなさいよっていう感じでね、えー、されてたんですねでそんな見てるともうなんか引っ張られてね足がねおぼつかないので本当ねあの 身につまされましたねそういうのを見かけた時はさすがにちょっとひどいんじゃないと思,思ったんですけれど人様の家族なのでうかつに声がかけられないもし私がね、えー、声かけたことによって帰って親御さんが辛い思いをされてもいけないので、えー、離れたところで見るともなしに何気に観察をしておりました。まああ万がが一ののことがあったらあのね、えー 手助けできることとがなないかなと思って、えー、ちょっと拝見させていただいてたんですけれどまあそこの1回だけであとはまあ普通にお買い物をされていたのであのふちょっとほっとね胸を撫で下ろしてでだけれどやっぱりその方のお姿がね、えー、ちょっと、うん、あの頭をよぎりまして。 えー、さぞかしおつらいだろうなぁと思いましたね、えー、親はね、えー、決して年を取りたくって、えー、取っているわけではないんですね、えー、皆さんどなたでもいずれは年をとります自分だって、えー、そういう状態になりますのでね、えー、せめてあの そんな風にね自分がスタスタあの動けるからと言って親をねそんな風に引っ張り回したりしないでもう,もう少しねあの気持ちにゆとりを持ってね、えー、さしあの接して差し上げたいなとちょっとすごく今日あの年末のこのさなかに、えー、とても心の痛い 風景を私は拝見してしまったので、えー、こういったお話をね、えー、させていただきました。どうか、あの、私の視聴者の方は、決してそんな方はいらっしゃらないと、私は信じております。どうぞ、親御さんを大事にいたわってあげてくださいませ。えー、たってのなりわから、なりわからのお願いでございます。どうか、たまにしかね、顔を見せない。えー 離れたところで暮らしていらっしゃるんであれば、ねえー、足腰が弱っていないか、ね、お買い物行くのも大変じゃないかとかね、えー、そういう時は何らかのものを、ねえー、少しはああの一緒にお買い物に行って、ねえー、用意をして差し上げるとかまたあの どうしてもお仕事の都合でね、えー、あの離れて戻らなければいけない時に、えー、あの重たいものですね時々ネットで注文してさあの送って差し上げるとか、ねえー、そうしてあの助けてあげてくださいませ、えー、本当ちょっと今日はあちょっと胸の痛い思いをしましたので、えー、こういった話をせずにいられませんでしたので、えー、ちょっと。えー あえてちょっと年、ね、末ではございますがあのふるさとに久々にね、えー、帰っていらっしゃる方が多いと思いますので、えー、こんなお話をちょっとお老婆しながらさせていただきました。少しでも皆様方のの心に、えー、響いて、あの 参考になさっていただけたらあ嬉しいなと思いまして、えー、少しだけお話をさせていただきましたちょっとねあのお話がまとまっておりませんけれどまああのちょっと私も帰ってきたばっかりで動揺しておりまして、えー 何からお話ししたらいいやろと話がまとまってないうちにお話をしたものですからあ、ま、でも、まあ、言わんとしてることはお分かりいただけると思いますので、えー、どうぞ皆様方せっかく、ねえー、ふるさとに帰られて、ねえー、親御さんと楽しいひととき、ね、あのめったに、ね、一緒にいられないと思いますので是非、えー、楽しいお正月年末をあのお過ごしくださいませね。 では、良いいおお年をお迎えくださいませ。皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。